今回のガンプラはこちら。100分の1、フリーダムガンダム。800円で買ってきました。中身はこんな感じ。で、これディアクティブモードじゃん。言われてみれば、カラフルなランナーではないな。目の部分はシールを使いたくないので、自分で塗ります。良い感じにできたと思います。ネットで調べてみると、未開封品は軽く1万オーバー。袋だけで売られていたので、中身揃っているかちょっと不安ですが、細かくて面倒なところ以外は、すぐ見してみた結果。パーツ首がなくてよかった。やはりフリーダムはかっこよい。だけあってパーツ同士の接着が甘いので瞬間接着剤使ってます。今年に上海フリーダムのガンプラ出るのでそれも楽しみですね。部分ごとにバラしていきます。種を使って筋彫りしていきます。すべてのディテールで筋彫りを行ったら墨入れをします。インクが流れていくのが気持ちいい。そういえば今 BS とテレビ愛知でシード再放送中で YouTube でも配信していますね。私はガンダムにハマったのが去年、部屋の片付けをしていたら、ストフリの MG が出てきて、処分どうするか考えていたら、シード見て、自粛中なので、十数年ぶりにガンプラ作って、今こんな感じにハマっています。墨入れが終わったら、ダイソーのライターオイルを染み込ませた綿棒で、はみ出た部分を拭き取っていきます。週間くらい飾ります。なぜならできた直後は灰になっていて細かいミスに気づかないからです。そして見落としていた墨入れをしたり、ライフルとシールドも作りました。
れて風のない日に。よく換気された場所で艶消しを行います。湿気が多いと、艶消しが発火して、失敗してしまいます。以前、試作2号機を作った時は、雨が上がった直後にして、失敗しました。10センチくらい離して、パーツの横から横まで通り抜けます。吹き始めからパーツに吹くとムラになってしまうので、ガンプラ1年生なのでアドバイスやご感想あればコメントよろしくお願いします。必ず反応します。最後に組み立てて完成。この瞬間が低く